もうとにかく集中してますよ、ね、はい、1球1球ね。これノーヒットノーランでしたらね、エラーもうしょうがないんですね。パーフェクトですからね、エラーもダメですからね。もうそれはね、はい、9回ぐらいで飛んでくるなって野手は思うらしいです。そうですよね、うん、これも打ち上げます。これで追い込みました。ファウルです。もうもちろん球場のお客さんも気づいてるでしょうね。でしょうね。まあ当然そのベイスターズのところのねヒットがゼロですから、だから途中から入った人はまあノーヒットでパーフェクトなんだろうどうかな、これわからないから、ね、そうですね、周りの人に聞かないとね。ヒットが出ました。先ほど好プレーのあった白崎、今日初めてベイスターズ攻撃中に H のランプが灯りました。ああ高かったですね今ね、完全試合、そしてノーヒットノーランも崩れました。